アンティークドールビスクドールは19世紀にヨーロッパのブルジョア階級の貴婦人、霊城たちの間で流行した人形である。前身に当たる陶器の人形は1840年代よりドイツで作られていた。磁気性であったことに橋を発してチャイナドールとも呼ばれる。これらは100年以上が経過した現在アンティークドールと呼ばれる。ビスクドールのビスクとはお菓子のビスケットと同じく フランス語の二度焼きイコールビスキュイが語源である。人形の頭部、場合によって手や全身の材質が二度焼きされた素焼きの磁気性であったことに端を発している。当初は糖度を型に押し込んで作られたが、後に量産可能な液状ポーセリンの流し込みで作られるようになった。前者をプレスドビスクと言い,い、後者をポワードビスクと呼び区別している。 ポアードビスクの技法は1885年頃からあるようである。元は衣服の宣伝用にミニチュア版の衣装を着させる目的で作られた鑑賞用の人形だったが、1855年のパリ万国博覧会に出品された市松人形の影響や新富裕層の台頭などの社会的事情も相まって子供の姿をしたベイベドールが登場した。 可動性の高いコンポジションボディのドールが作られ、玩具として量産された。1880年代に、ジュモー、ブルなナドフランスのビスクドール製造は黄金時代を迎えた。ウジェーヌ・ワジェの残した当時の写真の中に、安いものも取り扱う百貨店ボンマルシェ。普通語では、チープという意味が、ドイツ製のビスク人形を店頭に並べている様子がわかる。日本でも海外への輸出のため、 森村ブラザーズなどが製造していたほか、和製ビスクドールと言われている桜ビスクも作られた。しかし、やがてコンポジションドールを経て、ゴムやセルロイド製のより廉価な人形が量産され、1930年頃には製造されなくなってしまった。1927年にアメリカから日本へ親善目的で送られた友情人形は大半が、 親前団体が指定したメーカーの既製品を元に手を加えられたものだが、少数ながらビスクドールも送られている。現在でもビスクドールの人気は根強く、ドイツ製の人形は数十ドル程度から手に入るが、骨董的価値及び美術性、希少性に応じて、ブリや地毛取り数とは数万ドルで取引されている。アンティークドール及び復刻品のレプリカ、 リプロダクションもビスクドールと呼ばれるアンティークドールの故障はアメリカで関税法が変更された1930年以前の製造物に対してのみ使うことが許されているショルダーヘッド初期のファッションドールに多い胸像のように頭部と胸部が一体化したもの後に頭部と胸部がジョイントし頭部が可動となるターンヘッド初期のファッションドールに見られる首が少し右を向いたポーズで固定された ショルダーヘッド、ドームヘッド通常は目を入れるために頭頂部が開いているが、赤子人形など、坊主頭のもの、クローズマウス口を閉じたもの、通常オープンマウスより高額になる。オープンマウス口を開いたもの、歯をつけられたり、頭の中が見えないよう赤い髪を貼られる場合もある。オープンクローズマウス口を開いた表情だが、口の穴は開いていないもの、スイブルネック可動の首、 フランジネックツボのように開いた首でクロスボディに留め付ける赤子人形に多いセットアイ目を石膏で固定したものスリープアイ両目に重りをつけ稼働するようにしたものペーパーウェイトアイ中が空洞でなくガラスの塊でできた目を刺すフランスの人形に多く見られるペーパーウェイトとは髪をさえ文鎮のい、空洞の軽いブローアイに対して用いられた言葉 ブローアイブキガラスで作られた中が空洞の目を指す。ちなみにブローとは、服の衣、ドイツの人形に多く見られる。アーモンドアイ呪毛 EJ や、国民の呪文等に見られる切れ長の細い目を言う。東洋人の目は、外国人にアーモンドアイと言われている。キットボディ初期のファッションドール、ブリなど、ショルダーヘッドに、ヤギ側で作ったボディをつけたもの、可動性がほとんどなく、立たせて干渉する。 初期には手までキットで作られたが、後に、肘から、下が、ビスクのものが作られた。中でもブルハンドは有名。コンポジションボディシュタイナーや、呪猛のコンポジションボディは、幾重ものタイラシをプレスしたものでできており、非常に頑強にできている。お学像に川で固めたコンポジションで作った張り子の、ようなボディもある。関節は、当時高価だったゴムで繋がれ、可動性が高く、人形を、 子供用の玩具として広めるのに貢献した。シュブロボディレオンカシミールブリュノドール製造会社の購入者で後継者でもあるのアンリシュブロが考案した細身のボディ。レオンカシミール時代のレザーボディには直立できないという欠点があり、それを修正するために考案される。特徴は下半身にあり、足は木製、膝上は木をキットスキンで包んであり、湿貨は綺麗に彫られた木でできている。 クロスボディキットボディを布で作りパン屋などを詰めたもの。大量生産された抱き人形などに使われた。通常、ビスクコンポジションセルロイド製の手が付けられる。オールビスクヘッド以外の部分もビスクで作った人形で、小さいサイズに見られる。ありがとうございます。